なぜだろう、やたらこっちを睨んでいる。早めに退散しよう。では着替えてまいりますので。後でいろいろ聞かせてね。応接室で待っているぞ。失礼いたします。なんだか態度が悪い気がする。気のせいだろうか。気のせいにしたい。気のせいにしよう。にしてもなぜ二人きりなんだ。里帰り行ってきたようだな。はい。どうだった？みんな元気そうで何よりでした。そうか。はい。李白っていうのはどういう男なんだ？あ、身元引き受け人です。なぜに名前を知っている？意味が分かって言っているのか。その意味が。ええ、身元のしっかりした交換でなければ引き受け人にはなれないと。かんざしをもらったのか？何本も配っていましたので義理でいただきました。つまり義理でもらったものに俺は負けたんだな。俺もあげたはずなんだが全く話は来なかったな。俺？なんだ。要するに自分に話が来なかったのが気に食わないのか。不思議なものだ。面倒ごとには関わらない方が楽に決まっているのに。暇人だから厄介事でも構ってもらいたいのか。申し訳ありません。人士様にご満足いただける対価など思いつかなかったもので。対価ってなんだ？お前それを李白ってやつに払ったのか？ええ、一夜の夢に喜んでおりました。一夜？大変ご満足いただけたようで、こちらとしても頑張った甲斐がありました。何してるんですか？シミになる前にこれで。失礼しますよ。すぐ洗濯に出した方がいいかと。茶碗もすぐ片付けますから触らないでくださいよ。はあ、失礼します。